テンプスタムチャンネル始まりました。よっしゃ。テンプスタム吉永です。同時ロケです。へい。本日は丹下幸喜選手紹介。丹下幸喜選手紹介でございますけども、はい、37期の新人でございます。はい、でプロフィールはこちらでございます。はい、なんと大阪出身でございます。大阪の夜。あ、知らないかこの歌。欲望の渦に、あ、知らないかこれ。竹内力の、この南の帝王の主題歌なんですけど、あ、知らないか。知ってても、うん、知らないふりし。で、22歳でございます。うん、2001年生まれぐらいが多い、ね。多いね。2000年、2001年か、うん、やっぱり。うん。で、37期。で、所属が山陽ということで、うん、で、所有者はザ・ピュ、ん？ビギニング。ビギニング。ビギニング。ザ・ビギニング。始まりみたいなこと。なるほどね。ワンオクロック好きなの。ああ、そうなのかな。そういう曲があるの。あるよ。黒犬の実写の映画の。ま、映画とかでね、うん、あるよね。なんとかビギニングで。ああ、バットマン。バットマンとかね。あの、エピソードゼロ的なやつでビギニングで言ってるけど。で、身長が165センチ。まあまあ、まあまあだね。まあまあ。うん、でも52キロだから、うん、だいぶ痩せ型。痩せ型だね。うん、で、血液型大型、うん。で、星座が乙女座ということで。あれなかなかないんじゃない？なんか、まあ、乙女のように、うん、しなやかで、うん、美しいレースを展開してくれるんじゃないかなと思います。うん、想像つかん。しなやかで美しい。いや、まあ、まあ、ロートレースの走りで。もうつくやろ、うん、全然。で、音がめなしということですね。え、あら、あ、でも、う、吉永からしたら、まあ、いいんじゃねえかって思ってるからね。あ、やったー、 え、マシオか。はい、で、趣味がスノーボード、うん、で、プラモデル作り、なるほど、手先器用なのかな、かな。大阪でスノーボード、大阪でスノーボード、ま、遠征したりするのかな、スノーボード旅行みたいな。あと山とかの方に行けばあるんじゃないの、うん、近畿でもね。はい、はい、ということでインタビュー見ます。はい、山陽オート所属37期の丹下幸喜です。大阪の大学に通っていました。バイクが好きで、レーサーに今の年齢から目指せるっていうことを知ってチャレンジしてみたいなと思いました。自分の知ってるバイクのレースはそのやっぱりカウルのついてるフルカウルのバイクとかだったんで、やっぱりハンドルも左右違ったり、なんその初めて見るバイクでレースを皆さんしていたので、なんかすごい競技だなと思いました。やっぱ音も大きくてすごいかっこいいなっていうのが率直な気持ちでした。そうです、目標っていうよりかも好きな選手は黒川選手で、乗り方とか走り方が自分はすごく好きです。まあ単純に速いし、やっぱり大きいところも走れるし、そうですね、自分は乗り方がすごいなんか好きですね。かっこいい感じがします。辛かったことは、その訓練中に落車して一度骨折をしてしまって、1ヶ月間ずっと見学が続いていたので、その時期は本当に辛かったです。やっぱり何もできないので、自分の競争者名はザ・ビギニングで、自分はワンオクロックっていう番組とかすごい好きで、曲名にもなってるんですけど、始まりって意味を込めてつけました。今の気持ちは、やっぱりいろんな不安とか心配事とかはあるんですけど、やっぱりずっと夢だったレースがたくさんレースできるので、今からすごいワクワクした気持ちはあります。自分の売りはでもそのやっぱバイクがすごい好きなので、楽しみながらやっぱり強くなっていけるっていうのは自分はいいことなのかなっていう、やっぱ好きって思ってやるのは大事なのかなって自分は思ってます。選手としての目標は、ま、オートレースが好きな方、まだオートレースが知らない方に自分のことを知ってもらって応援してもらえるように、精一杯走って面白いレースをしたいです。まあ、SG を優勝できる選手になりたいです。自信はあります。オートレースを知っている方、まだあまりオートレースを知らない方に自分のことを知ってもらって応援してもらえるように、たくさん面白いレースをします。頑張ります。まあ、大学生だったらね、うん、すごい今時の顔してね。確かに。あ、そうね、なんかめっちゃ金髪にするんだろうな。あ、
そう、数年後だ。めっちゃ金髪にするんだろう。ピアスとかしたり、うん、パーマかけたり。パーマね、うん、スイスパーマみたいな。で、なんだ、黒川恭介選手が目標というか憧れ。え、でもすごいな、ついにね、黒川選手ってまだ若いのに、もう憧れ、ね、憧れられてるのか、うん、憧れるのをやめてください。超えるためにね、うん、オートレースになってますから。右を見るとムーキーベッツ。え、ムーキーベッツ関係ないけど、オートレース。左を見ると、あ、ごめん、右を見るとゴールドシュミット、左を見るとムーキーベッツ。そんな言い方してないけどな。なんだっけ、大谷翔平は言ってなかったっけ。右を見るとは言ってない。まあバイクはもともと好きで乗ってたみたいな、うん、で、まあインタビュー、別のインタビューで見ると、うん、大学生でボクシング部、なんか大阪からバイクで浜松まで行ったことあるらしい。おお、すごいね。筋金入りのオートレース好きなんだね、うん、オートレース好きでバイク好きなんだ。なるほど。で、やっぱりなんか養成期間中にやっぱこの方も怪我されて、うん、多いんだな、やっぱ落車しちゃうからね、若いっていうか。骨折まで行ったらしいね。まあでもそのあれなんじゃない、だからもうやったんでっていう気持ちが行き過ぎて、その技術がね、まだそうかもね、の中でスピード出しすぎてとかあるのかもしれない、うん、あとこれからプロのなんか選手となるわけですが、まあ長所 PR ポイントなんだけど、めちゃくちゃ頑張って強くなりますけどなかなかない。確かにまだわかんないんだろうね、自分の長所というか。まあそうだよね、頑張ることがもう長所みたいなことなのかもしれない、うん、だと思う。好きな食べ物アイス、はいはい、まあ大阪出身ながらユニバー行ったりするのがね、よくスノーボードユニバー行くのってなんかあんまりこう絡まないけどね。アウトドア好きなんだろう、陽キャってことなんだよ。陽キャっぽい感じ。アイスが好きってことはさ、雪も食うのかな。スノボで、スノボでやりながら雪のお前中のもう汚さ半端じゃなさそうけど。はい、ということでデビュー戦5着か。はい、5着。今後の活躍にね、期待してみていきたいなと思います。本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。この動画が良かったらもう一回チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。